でもオムライスの1000円よりもびっくりドンキーかな。制服でどっか行きたい。いや、もう間違いない。キラキラした空間で話すのがすっごい苦手で。あと渡瀬ゆずきです。はい、皆さん覚えていますでしょうか。私たちチームオムライスです。今回はこんな企画をやります。ドドン。 NG 禁止、絶対に答えなければいけないサイコロトーク。この20名のね、このサイコロを振って出たお題に回答してもらいます。回答拒否権はございません。ないのでね。なるほど。まず早速やっていきましょうかね。はい。響きスタイル。何が出るかな。お、14。あいあいに質問。1000円でランチ食べるなら何にする。いやー、これオムライスって答えたいんですけど。でもオムライスの1000円よりも私はまあここで言うならまあびっくりドンキーかな。18番。こうお仕事の中でもうなんかすっごい辛かったみたいな。辛い辛い仕事とかあれば。めっちゃ辛かった仕事ないかもしれない。おー、もう今まで一番緊張した仕事ならある。あ、緊張。4番。4番。ゆずむんに質問。10代のうちにやりたいこと。なんだろう、なんかこれを言ったらちょっと違うんじゃないかって思われるかもしれないけど、あの制服でどっか行きたい。いや、もう間違いない。私ですら思う。8番。うんうん。あいあいさんに質問です。出張や旅行の際の必需品は何ですか。多分私が一番荷物が多い。もうね、リストがあるの。旅行行く用のリマインダー、リマインドっていうのにもう書いてるの、何を持っていくみたいな。すごい。それが必需品。もう間違いない。ルカルに質問。髪は伸ばしていますか。伸ばしているならどこまで伸ばしていますか。お、伸ばし、意図的に伸ばしてるわけではない。いですね、これね。美容師さんと話す、あのキラキラした空間で話すのがすっごい苦手で、あんま行きたくないなと思って。したら自然と髪は伸び、うん、まあライブの役もあり、うんうん、伸ばす予定はないけど多分ずっとこのままロングだろうなっていう感じですね。あいあいに質問。滑らない話。舞台の話なんですけど、笑って袴を最後に履くの、下をね、はい、でよっしゃ行こうと思ったけど、なんか気持ち悪い。なんか違和感あるなと思って。せーの、ゆうちゃん、お誕生日おめでとう。渡瀬さんのハッピーバースデーケーキがございます。待って、なんか続きは響きスタイルプラス。